103丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅である。マンハッタン区アッパーウェストサイドのブロードウェイと西103丁目の交差点に位置し、1系統が終日停車する。駅は1904年10月27日、マンハッタン本線のシティホール駅から145丁目駅間が開通した際に開業した。 1948年4月6日、当駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、ホーム有効長の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に対応できるようになった。ただし、125丁目駅のみ2ヶ月後の1948年6月11日に延長が行われている。モザイクを用いた、 駅名標103と描かれたカルトゥーシュ駅は、相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の地下駅で、中央の急行線を運行する定期列車は設定されていない。また、96丁名駅、バンコートランドパーク -242 丁名駅間では、南交換光線が BB1 線、急行線が M 線、 国交観光船が BB4000 と車内で故障されている。なお、この故障は旅客案内では用いられていない。当駅はブロードウェイマイナス7番外線内最南端の3線の駅で当駅南側西100丁目付近で急行線は南北観光線に合流し終了する。さらに南側で西101丁目付近でブロードウェイマイナス7 番外線の下層に合流していた、レノックス安倍入線からの2線がブロードウェイマイナス7、番外線と同じ階層へ上がって7番外線、南北急行線となり96丁目駅に入る。また、当駅北港ホーム中央には、レノックス安倍入線からの緊急脱出通路が接続している。改札はホーム上にある。ブロードウェイと、 西103丁目の交差点北西の階段ウィキメディア、コモンズには103丁目駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。